それいけみんなの那覇社協「生はい、時刻は夜7時になりました。 この時間は那覇市社会福祉協議会通称那覇社協がお届けするそれいけみんなの那覇社協の時間ですメインパーソナリティとして本日浦崎がお送りしますこの番組は FM 那覇さんのご協力で那覇社協が毎月第3水曜日午後7時から1時間お送りしています FM 那覇の YouTube からも配信されますそれでは皆さんよろしくお願いしますお願いしますはいお願いします はいというところでソレイキみんなの那覇社協ではゲストとともに那覇社協の取り組みを楽しくわかりやすく発信していく番組です本日のゲストを紹介したいと思いますというところではい順平からはい皆さんこんばんはこんばんははい那覇社会福祉協議会でフレアイデイサービスという事業を担当しています竹川順平と言いますよろしくお願いします,ししますなんか一言自己紹介とかありますか今日これやったよとか、はい、最近ハマってるものとか <laughs> おえー、っとですね、うん、えっとえー、っと自己紹介、うん、えっとじゃあ特技がですねはい、はいあのー、空手をやっておりましてかっこいい、はい、空手二段を持っております,すいはい何年ぐらいやってるんですか空手空手小学5年生ぐらいからなのでかれこれ 何年かな、十年、十五年ぐらい引き算が全然わかんない。すごい二段ですね。十十何年かはいはいわかりました。で、もう一人ゲストですね。この方です。国吉さんお願いします。はい、五四四長がなびら太伊集のフレデを担当しております。国吉のつねこやいびんよろしくお願いします。はい 国吉さんはフレデのえっと看護師をされているという形ですね分かりました今日はですねそのフレデについての話もどんどん広げていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いしますはい、はい、よろしくお願いしますでは一旦 CM です誰もが安心して地域で暮らしていける福祉コミュニティを進めます社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会何かお困りのことはありませんか心配不安困ったことがあるときは地域の民生委員児童委員にご相談くださいあなたと私は赤い羽でつながっているあの人を支えたいその小さな思いが街角から ネットかからら地域の住民から集まってくる意思あるお金はあの人を支えるための力となる募金をする人活動をする人支えられる人みんな赤い羽でつながっているんですねつながっているから大丈夫スマホからも募金できますはい「それいけみんなの那覇社協」じゃあ今日の特集を広げていきたいと思います。はい えっと、那覇社協ですね、えー。毎月発行している広報誌那覇社協だよりの内容,内容からですね。さらに深めていくという形でコーナーを持っています。で、九月号の特集はですね。ふれあいデイサービスということになっていて、竹川ん順平が作ってくれました。紹介してもらっいいですか。はい。えっ、ー、と、まずですね。はい。ふ、えー、れあいデイサービスというのがですね。うん、えっと、住民が主体で。

などのボランティアの皆さん、はい、といったえっと地域の皆さんで組織した、えー、運営協議会というのがあの各地区にえっとフレアイデイサービスの会場としてあってはい、はい、そこが主体となって活動をしています、うん、本当に住民の皆さんが運営しているフレイデイ、はい、というところで社協としてはどういうふうに関わるわけですかはいえっとですね社協はですねえー、っとこの運営協議会が那覇市内に 132箇所あるんですけどそんんなにあるんですね結構な全国的にも多い那覇市ということになっています、うん、でそこへえっと歴史動員さんだったり、はい、看護師さんっていう、うんえっと、方たちを、うんえっと、派遣して僕たちが調整して、えっと、それぞれの場所に派遣していって、はい、あのそれぞれの場所で。 えといろんなレク活動だったり、えー、と健康相談などを行っています本日ゲストの国吉さんもじゃあその派遣される看護師さん、はいはい、そうなんですねちょっと国吉さんからのお話はまた後で聞こうと思いますがふれで132箇所ということですけれどもなんかど,うどうやって入るとか,なんか行きたい人はどうすればいいとかってあります 場所は社協に電話して聞いていただいてもいいですし自分が住んでいるところの近くにどこの会場があるかねとかそういうこと聞いていただいてえとそこにえと僕たちが案内してえとそこで入会カードっていうのを書いていただいてその会に入会していただいてでそこからあの行きたい時にいつでも無料で。 いけるる活動になってますす無料ででで参加できるんですね、はい、130か所もあれば本当に近所に12個はあるかもしれないそうですね、はい、これは毎日やってるんですかこれはですね、うん、えとこの会によってもさまざまなんですけど、はい、週にあ月に3回だったり4回だったり、うん、毎週やってるようなところもあれば毎週かえっ、ー、と第1第2何曜日 だけともそれぞれの運営協議会によって変わっているそうで時間帯とか何時間ぐらいやってるとか時間が午前中が10時からえと12時まで,、はい、で午後が2時から4時までの時間2時間ずつぐらいやっていますわかりました行、はい、ったらどんなことをやってるかまで教えてもらってもいいですかその2時間ぐらいということなんですけど、はいはい、えっ、ー、と、うん 大体えー、と活動内容は、えー、と歌を歌ったり歌を歌っている間に、うん、あの健康相談看護師さんの方と健康について、うん、えと最近の体調とかどんなですかとかいうのを聞いたり、うんはい、でそれが終わったら、えー、と体操とかちょっと体を動かしたり音楽を使って、えー、と体を動かして介護予防っていうところに。うん えっと、皆様。いわかりました。はい、ええー、国吉さん健康相談というのが出てきましたけれども。なんか国吉さんは言ったら、どう、どういう、なんか、な、流れといいますか。そうですね。うん、朝、えー、まあ、スタートの時点で。はい。えー、まず、出席チェックっていうのかな。誰が来てるかどうか。はい,はいはい。はいはい、で、皆さん、こういうノートをね。 さっきの「入会したらもらえるんですかねこのノート」。で血圧と脈拍とその人がもしねいろいろ相談してるね病気のこととかこれにもメモされておりますのでねそれを念頭に置きながら例えばねちょっと眠れないっていうタイプのねだったら「指は眠れましたか?」とかねそういう声かけながらまず健康チェックをね。 スタートしている間にデコの担当があの歌を歌って、はい、特にあの夏メロで彼があの回想法につながるんですよね。回想<層>法、うん、昔をね思い出して回想するの回想思い出して那覇市のこのねプログラムがその特徴になってるんですけどね、うん、で回想であの 若返ってもらう,もうまずは気持ちからなんか青春時代に戻るっていう感じですかね。その歌を歌いながら <laughs> 次はまたねいろいろ運動療法士とかね、はい、音楽療法士とかヨガの先生とかね、うん、いっぱいこのレックの担当はもうバラティに富んでおりますのでね、はい、それぞれ行くたんびにこの、まあ、プログラムっていうのかな <laughs>、えー、違ってきますけどねそれをもう利用者さんたちは大変もう喜びながら、はい あのその会その会をね、うん、楽しく頑張って介護予防につなげております、うん。本当にお友達と参加しておしゃべりもしながら健康チェックとで必要があれば相談もできるという形で、はい、相談もしながら、はい、でレクレーションも楽しむという毎回プログラムが違うんですか？ええ、あのレク担当の人がですね、うんえー、毎回違っていきますのでね<ー>その現場に行く 段階ではね違うプロ,ラプログラムが展開されると思いますね、うん、それ先ほどあった社長から派遣するレックさんの得意分野でメニューが変わるはい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 、たりしますかね。うんうんうん、はい例えば、うん、民謡とか、うん、はい、はい、結構人気ありますし、うん、みんなで歌を歌うんですかねあとヨガの先生もいたりして。 あとはえっとこの写経代よりの表紙にもあるんですけど、あの左下にあのなんなんだっけこれアコーディオーうんレイカさんそっていうあのレクの方がいてアコーディオンでもう皆さんで聞き語りみたいなみんなで合唱ですかねったりはいあ確かに表紙の写真もこれ全部そうですね結構はいいろんなレクの活動が載ってるかなと思いますみんなが輪になってなんか ゲ,ゲームというかレクレーションが左上ですかね、うんはい、で右の机にボールが転がして、はい、みんなティッシュの箱持ってるのは、ね、ゲームやってる絵になるかなこれはゴール決めるようなテーブル卓球みたいな何なかね、はい、そうですね何でもできるかなと思います分かります 国有さん健康相談ということですけどノートの方にじゃあ血圧とかの記録が全部書かれていてその人のちょっと健康のちょっと悩みというか特徴を書かれてそれを見ながら声かけをしていくような形。もうでも大体もう馴染みでね大体いいタイプはもう把握しておりますので,でまずその参加する中ではできるだけあのプラス思考にねあのこう。 褒めててあげるっていうのかなそれをもくようにしてそして楽しんでもらうっていうのかな元気に生きがいにじゃないけれども、はい、なんか少しでも数字が良くなってたりすると「よくできてるね」って褒めてよく頑張ってらっしゃいますね<ー>って言ってたね。うん よく、ね、お食事の件とか、ね、<あ>あの睡眠の件とか、ねうん、上手に自分で管理できていらっしゃいますねうんとかね、うん、血圧の状態も、ねうん、とっても落ち着いてますよって言って、ね、褒めたらもうとっても喜んでねでもなんかせっかく、ね、あの自己責任というか本人の努力とは言われても褒めてくれるとやる気につながりますからね。<laughs> 国吉さんなんかね、うん、お顔も皆さんある程度ご存知という話もありましたがこのフレデーには関わって何年ぐらいになるんですか私ね、うん、もう自分の仕事で定年退職をして、はい、もうすぐでしたのでね、うん、15年ほどなります、うん、ということで看護師とかもされていてはいあの看護学校の教員とか介護福祉士の 教員とかをやってそれで定年退職を終わりましてそこからフレデイに関わってそこからでも15年もうはいそうなんですねすごい素敵な <laughs>、うん、年齢がバレましたね <laughs> いやちょっと計算は全然まだしてないですよへえ、ね <laughs> えー、なんどういうきっかけでフレデイに関わったとかってなんか覚えてますあのまあこれからのねあ、えー、の少子高齢化のね、うん その時代に合わせて、はい、自分たちもねもちろん同じように、えー、平等に年を重ねていきますのでねそういうのであの自分たちが将来また受けたいなという、ね、サービスも含めて今自分ができることをねできる範囲で、えー、高齢者にね喜んでもらえたら というふうにいつも思ってるんですけどね。この派遣されるレックや看護師もあれですよね。あの優勝ボランティアという形。国にさもボランティアで、だから自分ができる社会貢献をという形での参加。素敵ですね。なんかやってみてのやりがいとか、楽しいこととかってありますか。たくさんあるんですけども、もちろんもう。自分自身がね、高齢者からいっぱい学ぶのがありますし。あの。 ちょっとコロナ前にね、はい、生活支援という、ね、ボランティアで30分の時間で独居老人ね一人暮らしの老人のお宅にねちょっとお掃除とか台、はい、所のお碗片付けとかね、うん、そういうあのボランティアを、うん、また別で社で社協の業やりましたけどね、うんまあ、ちょっとコロナがありましたんでね、うん、ちょっと 母会社がコロナをう <laughs> つ、ね、したらこれは大変だと思ってね、うん、あなんだけどもそういうことでちょこっとした時間で高齢者に楽しんでもらえる生きがいをね、うん、感じてもらえるんだったら、はい、あのそういう気持ちもありましたんでね。ふデれのこの看護師やっていては何か。 過去にこんな相談を受けたことはあるよとかちょっと言える範囲で大丈夫なんですけれどもなんかその健康相談やっててなんか発見できたこととか何かあったりするものなんですかえっとそうですねもし私たちがですね、うんうん、難しい時にはもう包括支援センターに、はい、包括支援センター結んで連絡を取り合って相談をねで現場であのいろいろ健康チェックをしてる間にね、うん、話をしてる間にもう何かこう あのたくさんお薬出ていそうなんだけどもねほ、うん、とんど飲んでいないような雰囲気のね<ー>会話の中から、はい、そういうことだったもんですから、まあ、早速あの包括センターの方にね、はいえー、まずこの方ね気になるんですけど、うん、ということで見てもらったらやっぱりお家にも薬のね、うん、袋がいっぱいあってん飲んでなくてとていうねそこでまた包括 の担当さんたちがね、うん、いろいろまたお薬飲めるような方向で、はい、あのこう配慮していったようでしたのでね。うんうん、本当にうう見守りみんなでどうその人の生活を見守るかというところで、そういう相談機能は発見につながるような形になるわけですね。うん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 、わかりました。ありがとうございます。淳平君は4月からこの授業でしたっけ？はい。 なんかやってみてそそろそろ半年経つのかかなな、はい、やってみてみどんな感じです,かそうです、ね、僕去年までは社協の地下にある、はい、あのデイサービスという、うん、この高齢者の通う通所の、うんはい、デイサービスというところにいたんですけど、はい、なんかそこからの,あの触れ合いデイサービスっていうことで、うん、結構なんか皆さん思ってたよりすごい元気だなって思って、うん、結構あぐ アグレッシブ活動的というか結構楽しんで皆さん笑顔いっぱいでやっていたのが結構印象的でどういう場面でそのエネルギーを感じるアグレッシブさそうですね、はい、結構あの運動とか,、うん、なんか積極的というか,なんか自分からどんどんやっていこうみたいな、うん、あの運動の場面でも見えたし、はい、結構この。 いつもあの触れ合いでサービスやっているげん会場にあの行って挨拶しに行くとあの結構なんていうの若いからなのか結構なんていうのかな皆さん笑って喜んでもらえて <laughs>、うん、そういうのもなんか結構いつも嬉しくなんかあのもうま孫世代ぐらいになるんですかね <laughs> なんか可愛がってくれるんですね、うん、なんかおじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいるような、うんうん、はい。 分かりました、はいね、さっきあったふれあいデイサービスはいわゆるミニデイと言われる部分ですね。デイサービスは一日その施設などでちょっと日中過ごすというのでちょっと違うこのミニデイの部分は、うん、本当にみんな歩いて通って、うん、先ほど国吉さんが言ってたように介護予防、はい、健康維持をみんなで楽しくしようよというのが目的というところ、はい、本当アグレッシブなところ多いですね。うんはい、会場設営も そそれこそ参加者含めて椅子出してってやってるところも結構ある、うん、はいほとんど自分たちでパイプ椅子をみんな持ってきて片付けまでみんなでやるっていうような感じで毎回やってますわ、うんうんうん、かりまました、はい、まだまだちょっとあの深掘りしていこうかと思いますがここで一旦ちょっとリクエスト曲にもやっていこうかなと思います。最初リクエストは国吉さんから ですね。書くは何でしたかね。えっと、今陽このね。恋の季節です。というところですね。これはどう。はい。そうですね。思い出の曲なんです。か看護学校の頃のね。非常に大ヒットした、あのね。曲なんで。もう、これを聞いたら、私も回想法で。学生時代の。楽しくなります。 <laughs> じゃあ、聞いてみたいと思います。恋の季節ですね。はい 誰もが安心して地域で暮らしていける福祉コミュニティを進めます。社会福祉法人那覇市社会福祉協議会何かお困りのことはありませんか心配・不安・困ったことがあるときは、地域の民生委員・児童委員にご相談ください。 あなたと私は赤い羽でつながっているあの人を支えたいその小さな思いが街角からネットから地域の住民から集まってくる意思あるお金はあの人を支えるための力となる募金をする人活動をする人支えられる人みんな赤い羽でつながっているんですねつながっているから大丈夫スマホからも募金できます はい、ソれイケみんなの那覇社協本日は紫と淳平と国吉の3人でお送りしています。はい、えっと、フレデー特集ということであの今日一日、フレデーについて紹介していけたらと思っていますがあの先ほどフレデーいろんな曲もみんなで歌うという話もありましたが、えっと、こういうの季節とかこれぐらいのものもいろいろ流れてたりするものなんですか、国吉さん。ここれはこの 歌に入ってないので、うん、でもひばりのね「はい、あの港町十三番地」とかね橋幸雄さんたちのね、うんえー、吉永さんへの、ね「いつでも夢を」とかね、はい、ああいう部類が流れてくるんですけどね。をみんなでちょっと歌集を見ながら歌を歌う。でもやっぱり15年やってたらね、はい、最初の頃のこの提供する曲とね、うんはい、やっぱりあの年代がこの。 変わってきましたのでねもっとね若い歌を出してとかですねそういういろんなリクエストも利用者さんからありますねそうですね65歳から利用できて上はお元気な方は100歳近くの方もはいそうですってなると30年違いますからねはいはいはいそれに那覇社協ももう25周年迎えましたのでね このフレデイが、おお、はい、そうね。二十、年前のね、利用者さんたちなんかはね、もっと古い曲をね、楽しんでたかもしれません。すごいですね、本当に年代、その辺もちょっと勉強になりそうな、ちょっと。純平がいくつかマスターしてきてほしいなと。沖縄の曲も、民謡とかも含めて、勉強になりそうですね。そう、国吉さんが最初に。 うち、ね、な口で挨拶してくれましたが、はいはい、上手に返せない僕らっていう,<ー>そうこの辺も、ね、<laughs> 練習しないとなとも思うんですけれども、ね、やっぱ高齢者の皆さんと接するとその辺の辺学びもたたくさんありりまますよねかしたと特集の記事のちょっと紹介していこうかと思うんですが、えっと、じゃあせっかくの、ね、学びつながりで。えっと 結構フレデーは学生の受け入れもやっているんですか、はいそうですね、えっと、2、3年前ぐらいから、県立看護大学から実習生、受け入れていまして、4日間だったんですけど、14名、学生来ていただいて、各フレデーに参加して、看護学生なので。看護師の卵そうですね いつも活動の中で看護師さんの,あの様子とか見学したり、うん、実際に血圧も測ってみたりしたりいろんなお話コミュニケーションも取ったりして、うんはい、結構学びにあの実際の現場の学びということでたたくさん学べていいのかなと思います、うん、結構先ほどぺ平さんも言ってましたがなんか高齢者が元気でびっくりするという声が結構よく届くようなイメージもあるんですけれども。はい やっぱこういうい学びの場とかとかても大事ですね、うんはい、今回もう一個台湾医科大学の学生も受け入れたこれがですね、はい、県立看護大学がに何か留学というか、うん、交換留学というか,なんか交流で来てた方みたいなそうですね実習で来ていたっていうので、うんえっと、沖縄の医療とかそういう介護の,あのそういうことを学びながら、はい あの高齢者の,あの場面というところで、触れ、うん、でどうですかということで、声があって、うんはい、今回これが実現して、えっと、この公民館で、えっと、何名だったかな、13名、台湾の学生が来ていて、こっちもあの同じようにあの看護師の卵なので、うんあの、様子を見たりしつつ、でもメインは、あの、 利用者さんと一緒に活動に参加したりして全然言葉が伝わらなくてもなんかすごい何て言うのかなつう心で通じ合ってたというかなんかうんあの結構おばあちゃんたちも女性女の子が多かったのでおばあちゃんたちが結構もうボディタッチとかすごいなんか活発に。 ななんててていうのかな、ね、コミュニケーションとってて写真で写ってるのはなんか本当におしゃべりしてるような写真ありますよね身振り、手振り含めてでいい刺激になったかもしれないですね、はい、お互いにとって。国枝さん、先生もされてたという形ですけれどもなんかフレデとかはなんか他の介護の現場と違ってなんかこういうのを学べるとか,なんか学生にとってこういう場になっているんだよみたいなものとかってあったりするんですかあの どうしてもあの高齢者を尊敬しながらの言葉遣いっていうのかな、はいうん、そういうのをあの特に私なんか介護の教育をしていて、はい、しっかり高齢者を尊重してお仕事してくださいっていうね、うん、ものが非常に濃くなってきておりましてね。で現場でもできるだけ言葉のね使い方っていうのかな。あの例えば あの高齢者をね、何々じいちゃんばあちゃんっていうふうにね、これはもう絶対今ごハッですね。何々さん、はい、しっかり名前をね。ちょっと私ごハッやってないかな、気をつけないといけない。というまあこれはまあ介護のね、そういうような現場でのまた教育のあのね内容なんですけどもね、そういう形で敬語を使いましょうっていう形でね、あの行きますね。で今度の学生なんかも。 私たちが実際こうね、健康チェックしてるところ、そば、はい、でね、うんあの、観察して、うん、まあ言葉遣いとか、あのまあ、血圧を運ぶのもすごいスムーズにさっさと分かってますね<ー>という形でね、うん、学生さんもね、うん、あのいろいろ感想を述べていたんですけどね,、うん、このね、最初来てから健康チェックやるっていう、はいはい、多い時には何人ぐらいもう20名あら 三十名、もね測るのも結構時間かかります。さっきあった相談も含めてってなると、結構大変なお仕事ですね。はい、大変です。あの二十名以上ぐらいはね、だいたいあの看護師二人体制でいきます。早めに終わるようにね、という形。その現場に合わせた社協の方がそういうねスケジュールの組み方してくださるので。 うんでも本当に健康チェックしてのこの見守りと、うん、で学生来てた時にはじゃあそばで受け入れも実際見て国内さんから見てその学生とかその時のフレデーの様子はどんな感じでした、はいはい、もうとてもやっぱりねあのこの医療福祉を目指す学生であるということでもう非常に、ね、あの学びを、うん、あの頑張っている様子でねあのもう目的が決まって。 持っていて,ってい進むとそうそう、はい、医療看護ね福祉ということでねやはりあの取り組み方がね、うん、あの違います素晴らしいのをみんな持っていてね、うん、でまたいろいろあの私なんかが教育する時にはもう非常にねはい髪の長さはこれだけはい <laughs> ね<ー>あのピアスはダメはいあの、ね、マニキュアはダメとかね、うん、そういう。 教育をやってきたんですけどね、はい、しかし今となって考えたら、うん、まあ特にまあ介護の現場だったら生活の場ですので、うんはい、介護教育でそんなにあの厳しくしなくてもよかったのになあって私、うん、あの反省したりするんですけどね。うんうん 生活のまた、うん、医療とかの現場での見出のし並み清潔感というところと、はいはい、むしろ生活の延長である介護ではまたその辺のちょっと学ぶというか方向性もちょっと違うかもしれないですね。うんうん、もう若い子たちもおしゃれ大好きですのでね、うんうん、それをまた高齢者は喜んでね「はい、ほんとかわいいね上等ね」って言ってね<ー>そういうのでまた。 非常にいいにコミュニケーションかなと思いますしね。ユニフォーム的なもので、衣装が一律なのもピシッとしますけど、うん、<laughs> いろんなファッションあるとちょっとそれは刺激になるかもしれないですね。うわかりました。じゃあ他にもえっと記事が何個かありますが、左の方に交通安全教室というのもありますが。これどんな内容になりますか？はい、これがですね、うん、えっと那覇警察署の。はい とえっと、交通安全協会っていうところに協力をお願いして、はいえっと、フレデーの,あの活動場所でですね、えっと、交通安全教室っていうのをやっていまして<ー>、はい、これが、えっと、仮の横断歩道写真見たら分かるかなと思うんですがブルーシートみたいなシートを横断歩道に見立ててそこをあの渡ってもらう。 あの実際に利用者さんに渡ってもらうんですけどその歩く速度をえと皆さん記録してあのその後にあのに40キロ、60キロ、80キロでえと車が走ってくると横から走ってくる車そういう想定でっと後からあの画面に合成してやってみると。のどのタイミングで だったら大丈夫とかうん、うん、どのタイミングだったら引かれてしまうとかはい、はい、一人一人歩行速度が違うので、はい、まあその人によっては40キロでぶつかる人もいれば、うん、逆に80キロだとゆっくりだから前を通り過ぎる可能性もあってとか、うん、そういうのを実際に体験するようなものがあるんですね。これは結構いくつかの,その会場でやっているものなんですかそうでですね、はい、結構いろろんなところで、うん でもあの横断歩道を設置しないといけないというのもあるので、はい、あの広いところでは広い場所があるところで、うん、あのやっているんですけど中心に結構いろんなところであのお願いしてやってもらっています結構歩行も含めてまだまだ元気な高齢者も多いという話ではありますが。 そういう基本的な生活に密着している部分でのちょっと教室になっているわけですかね。はい。わ、うん、かりました。こういうコラボのイベントみたいなもの、いくつか触れで他にもやってますか。そうですね。あとは、えっ、ー、と、琉球治療院さん。とかも、はい、あの。おもろまち。でしたっけ。でしたかね。うんうん。琉球治療院さんが、この。壺とか。はい、あの、自分でできるような。壺の。はい。 マッサージというかそういうのを教えてくれたりとかあと何があったかなめぐみル i l さんが健康栄養栄養についてのお話してくれたりとか結構んか福祉講話的なもので地域の企業さんからのそういう社会貢献も兼ねたコラボとかもいくつかはい分かりました え、本当いろんなものがあって、で。えっと、高三で教室の下の記事は自主活動というのも書かれてますが。はい。自主活動というのはどういうものになりますか?はい。これがですね、えっと、先ほど、あの。活動回数、月に何回とか、お話ししたんですけど。はい。月に、えっと、三回まで。うん。あの。この写経から。 サポータータっていうんですけどあのレク先生を派遣するのが3回まで、はい、月に3回までしかできないので、うん、あのもし4回やるっていうことになったら、はい、1>, 1回はあの自分たちで活動何かあの集まってやってもらうということをやっていてでこの記事にあるのがですトーマデイサービスというおろくちくのふれあいデイサービスなんですけど。はい、はい そこでやっているあのダンス教室ふれあいデイサービスの,あの,あのレックノ先生が、うん、あの個人的にトーマデイサービスで、うん、あのお願いしあのお願いされてあのやってるダンス教室なんですけど、はい、結構あの自主活動なので何でもいろんな活動ができるということでこういうダンス教室を お願先ほどあった社協から派遣している月3回までは健康相談やそのレクシエ員さんの得意分野のレクレーション、うんはい、だけど、まあ、月4回やってるところは1回は毎月1回自分たちでじゃあいろいろ企画ができて何でもできるその時間になっているわけですね。ね、うんうん、うで当麻、ねはい、デイサービスは自主活動でダンス。 なんかストリートダンス教室の先生って聞くとまた激しそうなね他なんかこういう自主活動あるよとか,なんか覚えてるところとかありますかえっと他はカラオケとか<ー>、うん、やってあのもう自分たちであの好きな歌を好きなように歌って楽しんでるとかあの自分たちでこのチャーガン重体操とかが、はい、あの那覇市 沖縄県那覇市とかあるので、えっと、そういうダンスを取り入れたりあとは何かな、うん、えっと体操は毎回じゃないんですかあの那覇市とチャーガン重体操、うん、両方あったかと思うんですけどこれは別に毎回やるもの、うん、毎回できればやってもらうんですけどもうそこはレクの皆さんにお任せして、うん、はい。 あの組み立ててもらってます。確かコロナ禍ぐらいに那覇市課の体操はフレデイのそれこそ皆さんで作ってましたよね。はいはい。はい、うんうん。うん、なんかどの動きの方が効果があるかというのも含めて、はい、<laughs> なんかみんなで作ってたなっていうのをちょっと見た覚えがあります。<laughs> 空手も入ってますよ。そうですよね。沖縄らしい動き方がね。わ <laughs> <laughs> かりました。はい、はい。なんか先ほどあったレクの リクエストじゃないけれどもなんか今度こういうコラボしていきたいとかこんな中身がいいみたいな話とかも出てたりするんですんな,のかなうん何があるか,ななんかね幅広く説明してそこからまた意見を聞いていこうって前に言ってたような気がするのであれかコラボとはちょっと違いますけど、はい、前の写経だよりあれも載ってましたよねまわし師匠でのファッションショー。あ,はいはいはい、ありまましたねなんか覚えてますかはい 回し師匠であのファッションショョンー回し師匠があのもう今月かな今月で亡くなるっていうので老朽化に伴って閉庁そこでもフレでやってる場所があったと、はい、あったので、うん、そこであのあの亡くなるから最後にお別れ最後、はい、のお別れ会 <laughs>、はい、みたいな感じであのあのボランティアさん が中心になって、うん、あのファッションショーやろうよっていう話になって、はい、あのそこからあのファッションショーあのスタイリストさんにお願いして呼んで、うん、あの綺麗なドレス着たり、うん、あの髪の毛もなんかセットしていただいて、うんへはい、そういう感じでやってもらってあのランウェイも<ー> <laughs> 作って。 もうじゃあもうモデルウォークというかランウェイウォークをしたわけですね、す,ねはい、すごーい、っていうのをやりました本当、何でもあり、なんか、和気あいあいと楽しいですね、分か、うん、<laughs> りました。はい、で、9月にはまたなんかイベントもあるという形で聞いていますが、はい、9月がですね、うんえっと、敬老の日が9月の17日、16かな、にあるので、そうですね、はい。 あのそれに合わせてなんですけど9月の30日にあの第12回目になる敬老のお祝いを開催しようと思っておりこれどういった方が来るものなんですか、はい、これがですね、はいえっと今年90歳になる皆様と今まで10年間ボランティアを継続している皆さんだったり、うんえっと、ふれあいデイサービスの解消から20周年 迎えるあの運営協議会の皆さんに表彰を行おうかなと思っていて何かその見るステージのイベントみたいなのもあるんですかそうですねはいあのこの、えっと、皆さんへの表彰をしてその後はあのは皆さんで余興をして、うん、あの華やかしていただこうかなと思って今計画していますじゃあ表彰される人が一応メインではあるけれどもその 運営協議会単位でちょっと何人か参加もしてもらって、はい、みんなで本当に慶労長寿を祝うような一日になるわけですね。はい、分かりました。なんか今からでも触れで入りたいという人もたくさん出てくるかもしれないですね。かりました。ありがとうございます。はい、ではまたちょっと CM に行こうかと思いますが、えっとさんからのリクエストは何になりますでしょうか。はい、あの僕はあのあのなんだっけ。 謙志さんの「ガラクタ」という曲を、はいはい、リクエストしようと思います。うんうんうん、い一番最近から映画の曲になってるんですけど、うんはい、最近映画を見に行って流れてていいなと思ったのでわ、うんうんうん、かりました米津玄師ガラクタですね。はい、はい 誰もが安心して地域で暮らしていける福祉コミュニティを進めます。社会福祉法人那覇市社会福祉協議会何かお困りのことはありませんか心配・不安・困ったことがあるときは、地域の民生委員・児童委員にご相談ください。 あななたと私は赤いい羽でつながっているあの人を支えたいその小さな思いが街角からネットから地域の住民から集まってくる意思あるお金はあの人を支えるための力となる募金をする人活動をする人支えられる人みんな赤い羽でつながっているんですねつながっているから大丈夫スマホからも募金できます それいけみんなの那覇社協今日は「浦崎とと平人でお送りしています、はい、フレデー」についてたくさん教えてもらった1時間になるんですがそろそろ終わりの時間になってきました。はい、なんかせっかくなのでもう2言ぐらい聞いていきたいなと思っているんですがなんかいろいろ募集したいというのも 聞いていてますがなんかあると言ってましたそうですね、はい、両者があの男性が少ないですしなんとなく自分の家庭でも考えてみたら、はい、男性はあまり外にね、うん、出たがらないなというふうなことも考えるしね,そ,うですねそれを無理強いしてね、うん、出てきなさいっていうのもあれですけどもうん、うん、男性が好きな子をね 出て楽しんでもらえるようなね、あのフォレデーのプログラムもね、うん、これちょっと検討が必要かなとも思うんですけどね。かなんかやっぱ介護予防含めてですけど、はい、あの高齢者福祉ではね、はい、やっぱ男性をいかに外に出すかっていうのは、はい、他の授業を含めて、やっぱ課題ではありますよね。社協でもなので、運転ボランティアとか、うんうん、あとちょっと前ですけど、男性用の料理教室とか、ははいはい、そういういろんな工夫もしてたりはするんですけれども。うん やっぱフレデイでもどう集めていくかというのはちょっっととこれれかから工夫がもも必要かもしれないですねはいはい、はい、それにあの、うん、この介護予防というこのねフレデイのサービスでもってね那覇市の医療費の、ねうん、削減がある程度できてるというね集計も聞いておりますので少子高齢化のこの、ね、時代に沿うような介護予防というのかな。 この辺ももっともっとと、ね、そしてもう私なんかももうそろそろねそういうふうなサービスを受けたいなというね、うん、<laughs> 受けるようなこう一歩二歩入っていると思いますのでねもう長くこうして楽しめるようなね、うん、ところをまたあのこう利用できたらなあというふうに思っております。はい、ち,ちなみに フレデの看護師さんの一番先輩の方はおいくつぐらいの方がいるんですか。はい、はい、ちょっといあの<は>難しいけど八十八十代います。ますあで、はい、も国に、はい、あと十年は大丈夫ですね。はい、<laughs> まだまだまだ、ね、一歩二歩じゃなくて、はい、手前手前の部分で。うん 後期高齢二年生でごもね。二年生。自分から学し寄った。もうこれは平等に重ねますのでね。深くや簡明こうやりことを。私はね、取ったなわさりだけ社会を見てきたよって祝りたいですのでね。そういうね、そういう先輩たちの知恵というかね、思いも受け継ぎながらですし、おっしゃってたように本当に健康寿命をどう維持するかっていうのは。 なんかね、あの社会保障のお金だけじゃなくて本当に自分の財産になりますからね。うんうん、ということで淳平君どうやったら維持できるかなというので今考えているのがですね <laughs> <laughs> あの結構あの最近もあったんですけど先月ぐらいやったんですけど、はい、あのあボッチャペタンクかはい、はい、ペタンクっていうゲームをやってみて、うん、あの社協に、うん。 んか道具があったのでそれを活用してやってみたいっていう声があったので実際に僕も行ってやってみたんですけど結構盛り上がってもう何て言うのかな皆さんなんかすごい手首を使って投げてなんか皆さん教え合ったりとか意見もすごい飛び交ってもう結構そこの活動では男性も結構あの。 多めの会場だったので、うん、はい、あの。結構男性も活発に、女性も一緒に。仲良く楽しく、うん、はい、やっていたかなと思います、うん。こういうなんかゲーム、ルールがあって競うみたいなのもいい刺激にはなりますし、はい、その辺は本当に男性いいかもしれないですね。はいはい、うん,ん、そういうなんか、あのプログラムの充実みたいなのは引き続き取り組んでいく感じなんですか。そうですね。そういった、えっと、えっと、ペタンクとか、うん、うん、あの。 なんかゲーム系のなんかね道具とかあのこれからあのあの社協の方で買っていってどんどんこの地域の皆さんにどんどん,どん,どん,どんあの広げていけたらなって思そういった意味であの、まあ、それを支えるなんだろうボランティアさん。 レクさんもですし看護師さんも含めて今随時募集しているような形なんですかそうですね、はい、やっぱり132箇所、はい、モフレデーがあるので、うん、やっぱりこのどうしてもレクの指導員さんが行けないとか、うん、看護師さんが足りないとかっていう日が出てくるのでそういったところにあのちゃんと皆さんあの、派遣できるようにやっていきたいなと思っているので。うん、はい で利用者もじゃあ支える人も含めて募集中、はいそうです、ね、興味があれば社協に電話すればいいでですすかねねそうですね社協に連絡していただくか、うん、この那覇社協だよりの,、うん、あの9月号の表紙に QR コードがあるんですけどこちらを読み込んでいただいても見れるようになってますので、はい、活用していいたただけたらと思いますわかりました、はいはい。ということで「あのフレデー」の特集をしていきました。 と国吉さん最後にですね、なんか国吉さんにとってこのフレデという活動。で、今どういう形の、あの存在かなというのを聞けたらと思うんですけれども。もう、あの、自分自身も家に閉じこもなくてね、はい、外に出て楽しく、うん。うん 運動でできてと、うん、ということで特にこの夏の暑い時は家にいたらクーラー代がかかりますのでね、うん、外に出て、はい、利用者さんにもお家にいるよりは、はい、涼しいところで体操をして、ね、筋肉をあの蓄えて貯金運動に。<laughs> しましょう。筋肉をためるの貯金ですね。貯金ですね。はい、ね、クーラーも含めて、本当に友達に思えて涼しく楽しく、筋肉までつく。はい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 、そういう風に。いつも楽しくやっております。はい、じゃ、あぜひ引き続き、みんなで、ね、このフレデという、あの社会の資源を。支えていけたらと思います。はい、本日は、順平さん、国にさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 それではですね、えー、そろそろ那覇社協お別れの時間となっております。えー、次回はですね。9月じゃない？10月の。16日午後7時からとなっております。ではまた皆さん来月お会いしましょう。それでは皆さんさようならはいさようならありがとうございました。ありがとうございました。